はい、こんにちは、マリリンちゃんです。よろしくお願いします。今日やるゲームはこちら、プロジェクトホワイトルーム。はい、これね、どういうゲームかというと、あなたは死んでいます。地獄に向かう途中の話です、とのことです。やってみましょう。それでは始める。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、デイ1。あ、本当に真っ白。わ、上も下も右も左も真っ白ですね。で、絵がありますね。うん、どっかの海の絵ですかね。はい。で、あ、こっちには行けないですね。ここ一応白い見えない壁みたいのに絵が貼ってある感じなんですね。うん。で、あ、一応限界点はありますね。あ、ここも限界点ですね。はい、こっちもじゃああるのかな。はい、あ、ここが限界点だ。一応部屋は広さはありますね。教室ぐらいかな。すげえ曖昧としてる。あれだけど、ああ、デイ2。何も、少し薄ぼんやりした何かが見えますね。なんだろう、これは。あ、人だな。人のちょっと怖い。お、来た！はい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 。ふざけんなよ。はい。デイ3。血ですね。ちょっと怖い感じになってきたじゃん。血だな。何この音。ダーンってくんのやめて。何？何？何？嫌よ。まだ来ないんかよ。構えてんだけどさ。おお、なんか今いた。なんかこっちチラチラ見えるんだよ。何？あ、なんかあるね。ああ、何？車の事故で。ってこと？なるほどね。デイ4。また絵が。この足音何？足音が聞こえますね。どっから聞こえる？もしかしてこれ、海に行く途中に事故にあって。おお、やっぱそうだよね。で、今の病院ってこと？で、穴が開いてますね。これは、あの世へ向かうトンネルっていうことなのかな。おお、なんでこんな。入れそうな、入れた穴に入れましたね。はい、あ、はい、デイ6。なんだなんだ、悪魔の声みたいのが聞こえる。これ到着したってこと？ちょっとちょっと、絵は変わんない。おお、びくさん、うわ、やばい、ここに到着しちゃったのか、地獄に。 Hey, look at ya. I know I messed up,
I know. There isn't one day that goes by where I don't think about it. I don't know what I'm trying to say, what I'm trying to achieve by saying this, but I love you, and I miss you. I guess I'm asking you for another chance, and I know that's already long overdue, and I understand if you don't want to try again. Just know that I always love you, no matter what happens. Goodbye. はい。いやー、すごいストーリーでしたね。まあ、ストーリーがこれ合ってるかどうかわかんないんですけれども。まあ、多分そういうことだと思うんですけどもね。はい。わあ、面白かったなー。すごくなんか小説をね、見る小説のような感じですごく面白かったですね。といったところで今回の動画はおしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。